消しゴムってさ、間違いを消すものじゃなくて光を与える道具なんだって。デッサンの話だけどね。あー、なんかいいねそれ。いいよね。バランス栄養食カロリーメイト。オーディションの時にデッサンをやったんですけど、その時に左手に持ってたものを落としてしまって、結構グダってなってしまって、それがすごい不安だったので、決まったって聞いた時はすごく嬉しかったです。毎年すごく楽しみにしてるコマーシャルだったので、本当にびっくりしました。嬉しかったです。どなたかに報告されました？いや、ちょっとまだ誰にも報告してないので、出てからえってびっくりされたりですね。隠されたりとかって。そうですね、あんまり報告してなくて。びっくりさせたいみたいな。そうですね、出てますみたいな。ちょっと後々みんなに知っていただけるように、まだ誰にも言ってないです。楽しかったよね。楽しかったです。印象的なシーンとかありますか？でもキャンバスで絵描かれてるシーンが私はすごく好きでした。具体的にどういうシーンですか？葵ちゃんが練習してるのを目の前で、私は単語帳を見ながら様子を伺ってるみたいなシーンだったんですけど、自分も普段絵を描くので、すごくなんか受験の頃を思い出しました。特訓しました。普段から絵を描くのは好きなんですけど、デッサンとかはやったことがなかったので、もう初めてのことばっかりだったので、こんな風にやるんだってすごいびっくりしたのと、でもなんかすごい楽しかったです。でもちょっと本番は緊張しました。緊張して練習したことを出そうと思ったんですけど、変な汗をたくさんかきました。私は食べることがすごい好きなので、
ご飯食べる時とかバイキング行ったりとかお弁当が並んでる時とかはどれにしようって周りが見えなくなるくらい夢中になります。結構いろんなものに没頭しやすくて周りは見えなくなるんですけど、よくあるなって思うのがやっぱ絵を描くことが一番没頭しちゃいますね。没頭しすぎてなんか次の日もう朝日が出てるみたいなことはよくあったりとかします。最大何時間ぐらいなんか気がついたら描いてたみたいなことってあります？2日間ぐらい。私は自分が受験勉強してた時にも食べてましたし、試験前とか部活前とかお仕事の間とか結構いろんな場面で食べますね。でも勉強してる時とかが多いかもしれないです。食べながらできるんで、飲みながらみたいな。だからそういう何かやりたいけどお腹空いてる時とかに食べることが多いかもしれないです。すごく時間がない時によく食べてました。私もすごい受験勉強の時によくカロリーメイトにお世話になってました。カロリーメイト味もすごい美味しいので、本当に食事が時間がない時とかにすごい助けられてます。はい、知ってました。知ってました。聞いた時になんかあ、この曲みたいな感じでした。そうですね。ちなみにちょっと小学生時代の将来の夢とかをお聞きしたいんですけど、なんか覚えていたら伊藤さんのことですか？私はプリキュアか獣医さんとかだったと思います。そうなんですね、プリキュアか獣医さん。なんで獣医さんですか？ワンちゃんを飼ってて、なのでなんか多分獣医さん、ワンちゃんのお仕事がしたかったんだと思います。ワンちゃんに関われる仕事だと、まあ、いろいろあると思うんですけど、なんでその中でも獣医さんなんですか？頭が良さそうだったからかっこよさそうだからだった、そういう理由だと思います。なんか実際に勉強されたとかありましたか？なんかワンちゃんのすごい大きい図鑑みたいなのが家にあって、それをなんか 読んだりはしました。でもそこ止まりでした。ありがとうございます、はい。ちなみに野口さんの 小学生時代の夢とか？私はすごいテレビとか映像がすごい好きだったので、映像関係の教え子とか、あとアートに関する教え子とを考えてました。小学生時代からそういったアート方向のこと考えてたんですね。そうですね、好きだったので考えてました。私は今ちょうど高3で周りに受験生が多くて、普段から勉強している姿を見てて、なんか頑張れと思うことしかできなかったんですけど、この CM が受験生の方とか何かに向かって頑張ってる方にとってのお守りとか頑張る栄養とか、そういう存在になったら嬉しいなと思います。チャンスとかはやっぱり自ら掴みに行くことしないとなかなか訪れないものだと思うので、もしそういう時が来たら本当に後悔しないように、あと体には気をつけて頑張ってください。みんな時間がない時とかカロリーメイトとか食べて気合を入れて頑張ってください。消しゴムってさ、間違いを消すものじゃなくて光を与える道具なんだって。あー、なんかいいねそれ。バランス栄養食カロリーメイト。